ウンタウンの松本人志50が7日放送のフジテレビワイドナショー日曜前10.00に出演先月18日に亡くなった父譲る市さん去年81について母あきこさんを取材した週刊誌にゲスのゲスと強く非難したまつちゃん父との不仲は誤解兄が明かす 影で弟の成功を喜ぶ。父の死で受けたショックからまだ立ち直らない母親の元へ取材に来た週刊式者に対し、親父が死んで心身ともに立ち直れないおばあちゃんに対し、取材しに行く。お前らは本当にゲスのゲスやな、と配慮のかけた行動を強い口調で非難。雑誌社の名前は明らかにしなかったが、秋子さんは数分の取材を受け、次号で掲載されるという、 せめて一ヶ月は待ってくれ。こないだ葬儀が終わったところ、この状況で素人のおばあちゃんに行く状況が信じられない、と怒りを隠さなかった。感想、これだからマスゴミと呼ばれるんですね。取材のためならどんな手でも使おうとするあたり、同じ人間として考えられないです。<music>